どうも、ミスターゼトです。はい、今回は、スーパーマリオメーカー4、ニンテンドースイッチやっていきたいと思います。ちょっとね、今日買ってきたんですよね、これ。今日買ってきて、もう早速やろう思って、今さっき買ってきたんですけど、もう先開いてね、もうなんか動画撮ろう思って、もう初めてのスーパーマリオメーカーやから、もう動画撮ろうもん、動画撮ってます、今。ってことで作っていきましょう。僕ね、まだまだね、初心者なんで、どのパーツをどうやって使えばいいかわからんねんけど。何これ？あ、多分これは？何？これは？あ、こうくん。じゃーって。やってこうやろ？こうやろ？はい、点々。じゃあちょっと敵置こうか。敵。じゃあ敵は、こんぐらいで、こんぐらい置いとこうか。あ、ちょっと積み重ねた方がええかな。おー。あ、こんな感じにできんねや。まあ僕もね、紹介映像とか、めっちゃ情報見てるんで、結構ね、紹介映像とか見てたんで、まあ大体やり方分かってるんですけど、どのパーツを大体使えばいいか分からんけど。初期のマリオに出てきた パーツとかは全部分かるんやけど。ちょっと待って、まず使えるパーツってどんだけあんのこれ。どこで開くんこれ。ここまさかの。ここおい。え？あ、使えるパーツってこんなにあんの？マジか。なんかめっちゃあったからさ、びっくりしたわ。でも結構様々なやつあるな。僕が知ってんのはね、クリボー、ノコノコ、スーパーキノコとか、まあ、コインとか土管とか、まあ、これもそうやろ？あ、これか。これ知ってるわ。これとこれと、で、あとファイヤーフラワーと、あとこれ、この1アップキノコと、で、パックンフラワーやろ？で、リフトやろ？で、ぴょんぴょん跳ねるやつ。で、これプクプク。で、羽やろ？あ、ちゃう。で、クッパやろ？クッパはまあわかるよな。で、ジュゲム。で、スーパースター。で、これ何？この変なプロペラついてるやつ、これ何なん？あ、これは知ってる。これ中間ポイントやろ。で、これな、あ、ハンマーブロス。で、これバブルやろ？で、メッタやろ？で、トゲメット。で、トゲゾウ。で、あと、ドッスン、ファイヤーバー。で、この、ファイヤーやろ？飛行船とかにはある。で、これワープ扉みたいなやつ。ワープ扉みたいな。いや、とこれ長時間乗ってたらダーッと落ちてくやつやろ。で、これクラウン。このドクロもわからんな。これ進む、これあれやろ？ダイエットマシンみたいなやつやろ？で、これ何かわからん。まあ、とりあえずちょっとクッパ置こう。どっかにクッパ置きましょう。じゃあ、ここら辺に。置いとこうか。で、いろんなキャラクターね、巨大化させれるみたいなんですよね。だからちょっとクッパ巨大化させてみよう。あ、こんな感じ？結構カオスね。結構カオスやな。結構カオス。あ、こうやってダーってやってたらいいのね。めっちゃ平らになったけどさ。めっさ平らになった。これで大丈夫なの？これできるん？なんかちょっと難しいの、これ。難しいの。むずい。ちょっと待って。スーパーマリオメーカーが全然うまくできない。まあ、ここら辺ちょっとのこのこ置いとこ。のこのこ。で、まあ、トゲゾウと、あ、違う。トゲゾウ入れとこう。トゲゾウ置こう、ここに。はい、できました、僕のオリジナルコース。めっちゃしょっぽいけど。ちょっと練習せんのかな、マリオメーカー。じゃあ、早速遊んでいきたいと思います。あった。いきます。じゃあ、遊ぶ。はい。これでいい。うわ、ちょっと待って、いきなり？いきなり？え、ちょっと待って。いきなりかい？
いきなりかい。ちょ、無理かもしれん、これ。ちょっとすいません、ちょっと。これ、このコースを遊ぶ動画は、まあ、また別に出すんで、チャンネル登録、評価、ぜひぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again。ちょっとね、これね、全然なんか、時間が追いついてないからさ、無駄話しすぎたから、ちょっとすいませんね、本当に。じゃあ、See you again。